はい、それではね、ゴースト・オブ・ツシマ続きをやっていこうと思います。今日はね、またちょっと伝承の方をね、やっていこうと思うんですけども、まずはこれですね。酒井様、はい、さあこちらへ五作の伝承を語りましょう。五作の伝承、どこ？向かい、ここか。うん、五作？聞かせてくれ。はい、喜んで。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって族は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。族の打ちかかりて来たるに御作恐れて手が震え、足なんと思う時、族の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる族は後ずさり、よるめきなどすれば御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を憐れみし、物の負の亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる族を切り捨てる。その後は族を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば被葬して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。伝承、御作の伝説。鎧は隠されたままか、うん、ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。青い飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。ということで、6つの集落から鍵を集めろということなんですが、ね、もうね、探索済みなんで、6つのうち5つはもう集めてあります。もう知らずにあの集落をね、制圧したらもらえたので、勝手にね、どうぞ持って行ってくださいって言われたんで、あとここだけなんですよ。なんで、ここにね、ちょっと向かいますよ。小清水の集落、はい、よし、ここですね。捕虜が3人、煙玉で視界を遮って敵を倒せ、庭にいるバンピューを倒せ。庭はこっち、庭がこっちの方だね。ちょっと庭からやっていくか。どいつや、そいつか。バルチだ。エヌオネバルチだ。はい、よし、これで OK、うん、で、煙玉も使わないといけないね。犬、いなかった？大丈夫か。ここか。いる？一人ずつやっていこう。暗いね。見えてない？見えた。一人来るね。引っかかってる。
っから登ってくるのか。はい、あ、ちょっと待って、引っかかった。これに引っかかった。もう来る？大丈夫、よし。で、あと2人かな、うん、めっちゃ近くにいるね。あ、奥のやつやってしまいたいけど、はい、分け盛り玉でやりましょう、せっかくなんで。はい、はい、で、どこだ、あっち。うん、いる。これで最後かな、敵は。サクッとよし、で、捕虜がそこにいると。はいはいはい、よし、逃がしてやる。うん、雨の中ね、大変でしたね。畑を失ってしまうかと思いました、うん、鍵は猛虎に奪われたのか。いえ、お持ちください。この人が持ってた。猛虎はもう何も奪えません、うん、鍵は揃った。揃った。鎧は赤島にある山の上だったな。山の上、そっち行きましょう、うん、よし。五作の伝説、うん、ここの上ですね。いる？誰か。あ、いるいる。敵が一騎打ち。何人ぐらい？ 1,2,3,4,5,6,7人ぐらいいますかね。どうしよっかな。上からはいけなさそうだし、とりあえず集めて、駆逐で集めといて、鉄砲で。来た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 。よし。OK。まだいる、まだいる。ちょっと手前で待って。取り持ちでやりましょう。はい、バイやな。刀をほとんど使ってない、はい、よし。あ、あ、いででででやぶね。よし、来い。はい、あれ、弾け、危な。よし、弓兵がいるな。はい、敵強くなってきましたね。だ、武士は持ってる。あと弓兵かな。うわ、3人もいる。あぶね。そんみんな一斉に撃たれたら避けようがないぞ。絶対しかも3連発で撃ってくるしね、その技術がすごい。よっしゃ、いい？矢は持ってない。いいかな。先を越されたか。先越された、マジで。五作の鎧に通じる。あ、でもね、鍵を差してみるか、うん、ここはまだ先に行かれてないですね。いいですか、丘の上に。そっからか、あっちね。はい、おお、ちょっと違うんじゃない？あっぶね。ギリギリやったな。ちょっと方向がずれてた。で、ここ。はい。あ、ここですね。うん、こん中に入ってんの？小さくない？ミニチュアやった、どうしよう。五作の鎧、うん、噂通りか、猛虎で試してみるか。いろいろ持ってますね、陣を揃えてますね。驚くほど軽い。おお、
伝承五作の伝説、うん、いいじゃないですか。性能は、うん、どんどん増えていくな。五作の鎧ね、はい、見てみましょう。体力が中程度増加する、よろめきダメージが中程度、うん、よろめき状態の敵を倒すと体力が10。ああなるほどね。な、普通に戦うにはこっちの方がいいかな。浪人の袴もね、近接攻撃の威力上がるんで、ちょっと使ってるんですけど、まあ、隠密も役に立つんでね、うん、いい感じだね。まあ、いろいろちょっと場面に応じて使い分けていきましょう。うん、鉢巻きもセットなんですね。うん、よし。よし、次は、これをやっていきましょう。小次郎の六本刀。はい、この辺にいたよね。うん、酒井様、はい、こちらへ、お伝えしたいことが、うん、なんでそんな息切れてんの。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる、修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。わしらはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなりはつる。末笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、クロードなり。そうなん。その小次郎に狙われておるのか、うん、気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお打ちください。なるほどね。五人を撃てと、居所は豊玉のあちこちにおります、うん、居所はおのずとわかるとか。ことづて聞き届けた。挑戦を受けよう。小次郎を打ち破れるのはあなたのみ、お気をつけて。伝承小次郎の六本刀、うん、今の話なのこれ。小次郎は今は昔って言ったのかと、どういうことなんだろうね。菅笠衆はでも今いる菅笠衆だよね。はい、まあ、一応場所はね、もう調査済みなんで、こういうところにね、いろんなところにいるんで、5人まずはちょっとやっていきましょうか、ね、よし。待っておったぞ酒井陣。行けワッパずっと捕まってたんだね、はい、赤島沼の戦い。はい、話しかける。裏切り者の菅笠氏、うん、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。何回か助けてあげたのにね、うん、勝負赤島沼の戦い、強いかな。うん、マフラー邪魔そうだけどそれ。よし、はい、来た。はい、あ、避けた、避けた。いて切られた。石の刀。はい、
お、あ、早いな。怖っ。回復。ドロドロになっちゃったもん。いてててて。強いぞ。ちょっと待って。白育ちの軟弱者。回復しよう。所詮この程度か。息を切らしておるぞ。はい。よし。奥義を使っていく。はい。あ、結構手強いな。よし。お。はい。はい。あ、来るか。よし来い。はい。よし。あ、もう決める。オッケー。まずは一人。ドロドロになるのちょっと勘弁してほしいですね。勝負。さらば浪人。こんなとこで待ってるんだもんね。買った人の格好じゃない気がするんだけど、これ何ももらえへんの？一人一人は。しょうがないね。じゃあ、 まあ次やっていきましょうか。よし、次はちょっと待って、気力が全然ないぞ。これ連戦してると。いわく、そなたは無類の剣客だと。確かめさせてくれ。彼岸花畑の戦い、はい、こんなとこで戦うんですか。まあ汚れなさそうだけどね。よし、信じた方が身のためだぞ、うん、俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。うん、いける？勝負、彼岸花畑の戦い。よし、わざ違うんですかね、それぞれ。うん、帽子がちょっとかわいい。よし、来い。大体でもさ、お、こればっかりや。これ怖いな。ちょっと違うね、技使ってくる技。あー、やられた。危ない危ない。うぃ、怖。よし、早いな、もう。お、シビアです。暗くなってきた、ちょっと。はい。おお、龍造の話、偽りではないか。それはどうかな。くそ、相手切られた。よし、奥義畳みかける。あいって、危ねえ。もうちょい、もうちょい。でも気力がない。あっ、くそ。これはかわす、これはかわす。よし、 OK。 よし、気力つらいな、なくなると。よし、勝負、彼岸花畑の戦い。お主、なかなかの使い手であった。うん、死んでから言うてもな。ちょっと泥だらけになるのちょっと勘弁してほしいな。ちょっと気力を変え、あ、物資もらえるやん、それだけか。まあね、お腹が減ってるぐらいですからね。棺が刺し、うん、しょうがない。まあ、どんどん倒していきましょう、はい、よし。すごいとこで待ってるよね。ちょっとね、気力がね、回復しないんで、この武剣の鎧にちょっと変えてみました。はい、一応攻撃を受けると気力がちょっと回復するみたいなんで、はい、こっちでやっていきましょう。高井殿、よく来てくださった。お、なんかちょっと丁寧じゃない。でこんなとこで待ってるの。
ね、演出としてはいいよね。勝負飛び泉飛戦の戦い、わかんない。ドロドロにはならないかな、濡れるのは濡れそうだけど。はい、風がすごいね。はい、来た。はい、おーし、来い。あ、いけて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 、あぶね。あ、いた。まともに食らったな。あ、これはかわせへん。はい、よし。あなたには出せませんか。全て金か、お前。正直にね、言うところはまだ好感が持てます。よし、早かった早かった早かった、危な。よし、この構えからは赤い技が来るよね。大丈夫。よ OK。 ちょっとやっぱり、あー外した。あー危ない。おー怖っ。行って、あ、あぶね。おお、避ける避ける。つらい。かわす、やれ。あはは、くっそ、やられて。金に負けた。つらいなあ。連戦連続、ちょっと気力がないところから始まるな。きつい。いて、はいはい、あ、はい、よし。あー、いってえな、これつらいな。回復しよう。はい、赤い技と弾けるやつの違いがちょっとモーションでは分かりますね。追っかけてくる追っかけてくる。ああ、あ、気力まだないのか、これ。強いぞ。はい、うん、分かったって、うん、それは。よし、おし、あぶね。ほ、はい、よし、嘘、かわしたのに。いて、早かった。かわすのに。あー強い。よし、扇、あーかわした。どうだよ。よし、はい、来い、オッケー、よっしゃ、強いわ。気力がつらい。よし、3人目か、一回死んだけど。よし、何ももらえへんのね、うん、場所はでもすごいいいね、こういうとこね、うん、いかにもっていう。驚きのあるのはもうしょうがないのね、これね、うん、まあ、頑張りましょうか、次。よし、よし、どこ、ん、いる、え、あ、いたいたいた、これか、釣りしてんの。お目にかかれて光栄の極み。さあ始めましょう。うん、ガチを構えてください。うん、いや、そりゃこっちのセリフやけど。引く意志はないのか。
約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。なんかいろんなね事情が違うんですね。勝負、大波浜の戦い、すごいね。いかに強いんだよな。あと記憶がないんですよ。もう受け流ししたいんだけど、いきなりか。危ない。よし、はい、よしよしよし、うん、今引けば生きて返してやるよ帰らへんでしょ、もう。よし、開けられた。行って、もうよし。これは赤いの来るんだよね。行って、あー合わせんかった。あいった、危なかった、危なかったなんか避け方がちょっとおかしいな。はい、来い。ああ早かったな、くそ近いね。いけいけいけるか。よし、かわすぞ。はい、よし、最後は奥義でよ。なんとかチムくんもう奥義当たってよ、来い。よし、倒せ。まだか。はい、いけ。オッケー、よし、いいね背景がよし、大波浜の戦いね、はい、来世では誠の武人となれそこは漁師でいいんじゃないですか。漁師、うん、何ももらえへん、しょうがないな。あと1個ですね一応、はい。まあ、次行きましょう。よし、5人目ですね。ここさ、おじうえとオープニングで稽古つけてもらってたとこじゃないか。ようやくか。首を伸ばして待っておったわ、ね、うん、死んでる、踏んじゃった。やってしまいましょう。もみじの下の戦い、法要の下かな。無もたらしい、うん、人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したらたまらないのだそういうタイプですね。勝負、もみじの下の戦い。強いんだよな。いけるか。結構赤い技で来ますねこいつ。ああ、そう、連続だ。よし、減ってくんな。早く来れば誰も切らずに死んだのだ。誰事？お前な。よし、おい。ああもう。危ない、怖っ。早くしろ。よし、
崩して、おい、もう一丁、もう一丁、まだか、あ、かわされた、おーしかわされたけど、畳みかけだ、うん、こいつはサクッと倒しちゃいましょう。もみじの下の戦い、メイドで皆に詫びよ。はい、これで一応5人ね。を放った男と相まみえねばな。麦谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。それやったら最初からその人紹介してよって感じだよね。で、戻るんですね、はい、かよし、じゃあまた琵琶法師に話聞いてみましょうか。ご無事でしたか。一回死んだけどね。手先のすげがさしは全て倒した、うん、小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため大見寺の洞で待つと申しておりました。大見は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。修羅の呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう、うん、何とぞご武運を。大見寺にある試合場の入り口を探せ。ちょっと遠いね。この辺か、行ってみましょう。うん、そうか、こんなとこにあるんだ。よし、小次郎と話せ。あ、いるね。後継ぎとかではなく坂井陣、待ちわびたぞ。すごい場所だね。話しかけてみる。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた、うん、信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。え、ああ、対決伝承鏡池の戦いでいいの。鎧なんすかそれ。気力がないのかな。手ごわそうですけど。よし、いきなりか。よし、ではその技ばっかりやな。無言になっちゃうね。集中。よし。はい。ああくそ。はい。ああむずいな。これは。危ない。危ねえ。よし。よし。幾千もの人を切ってきた。おい、甘美な思い出よ。長生きしてんの。あ、痛えな、もう痛えな。おお。よし、強いな。強いというか体力があるなこいつ。いてお、はい、ほい、よし、もう月使えるようになったけど、はい、おー怖っ。はい、あーくそ、あー危ねえ、あ、回復できない。よっと、よし。あー、やられた、くそ。胸躍る戦いだったぞ。気力があればなんとかなりそうな感じ。だけどない状態で始まるんですよ。うん、あー。
勝て。よし、はいはいはい。よし。危ない危ない。よし来い。ほい。あ、危ねえな、もう全然減らないね。よしよし、切れ切れ。戦者の人を切ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。ああ、もう一発行きたかったね。ほい。よし。あぶね。はい。熱いね、この戦いは。奥義来い、そのまま。ようやくお前が俺を殺してくれる。それが望みだったか。来い、やってやるやってやるやってやる。あ、切るな。じゃあ、あぶね。よし、もう一回。あぶね。はい、奥義まだか。もう一発撃てない、もう一発撃てない。もうちょいやなと。来い。よし、倒した。ああ強いですね。終わり。六本刀疲れ切ってるじゃないですか、顔が。剣聖の装束、はい、着てみよう。気力の回復量が、なるほどね。アングによるダメージ、アングでダメージを受けた敵は攻撃。ああ、なるほどね。へえ、これも結構使えそうだね。裏切り者の菅笠衆に伝わる装束、はい。いいじゃないですか。よし。はい、一応ね、伝承まだ1個受けれるやつあるんですけど、ちょっと長くなりそうなんで、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回またね、続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。